私の名前は佐野あずさ、32歳、パート主婦。母方の実家が経営している高級料亭春日をパートとして手伝っている。あずさ、予約の部屋の準備はできている？もうできてるよ。あとは予約のお客さんが来るだけ。困ったね。祖母の佐々木よし子が時計と伝票を見比べながら困ったようにため息を漏らした。どうかしたの？実はね、予約の斉藤さん、予約時間から1時間経っているのだけれど、まだ来ていないのよ。連絡もないし、こちらから電話をしても出てくれないし。嘘でしょ？あんなに無理言って予約したのに？本当に困ったわ。あずさのママ友さんだから予約を受けたのに。できるだけ高級な食材でという要望で、朝から市場を板前さんに探し回ってもらったのよ。ただでさえ今日は大人数の予約があって大変なのに、なんてことを。困る祖母を目の前に、私は怒りで頭が噴火しそうになった。佐野さんのご実家って、高級料亭の春日を経営しているんでしょう？ずっと行ってみたかったの。予約お願いしてもいい？ねえ、お願い。そう言って、執拗にお願いしてきたのは、私のママ友の斉藤茜。私には4歳の娘がいて、よく通う公園で知り合ってママ友になった人物だ。私の実家が高級料亭を経営しているとどこからか聞きつけたのだろう。いつもいつもそんな無茶言わないでよ。今は予約でいっぱいなのよ。それに金額も結構高いのよ。大丈夫なの？気軽なカフェのランチの感覚じゃ大変なことになるよ。私を貧乏人って思ってる？お高く泊まって嫌な感じ。旦那は稼いでいるから大丈夫よ。ママ友なんだから融通してくれてもいいじゃない。そんな意地悪するんだったら子供同士遊ばせてあげないんだから。いつもそんな子供じみた言い方で、わがままを強引に通して周りを困らせるのだ。大人の揉め事に子供を巻き込むのは良くないわ。今回だけ特別に予約受けるわ。そう気を使って春日のおかみである祖母は受け入れてくれたのに、祖父の残した店と従業員をおかみとして守りながら切り盛りしている祖母、申し訳ない。もう怒った。なんとか連絡取ってみる。あまり無茶をしないのよ。ママ友同士や子供の付き合いだってあるんだから。やっぱり電話に出ない。どうしたのかしら。絶対に電話に出させてやるわ。ママ友グループに根回しをし、しばらくして茜が電話に出た。もう何？今楽しんでるんだけど。何じゃないわよ。予約の時間過ぎているのよ。遅刻するなら電話の一つくれてもいいんじゃないの？何怒ってんのよ。予約はキャンセルでお願い。予約時間になっても行かなかったんだから空気読んでよね。は？何を言っているのか分かっているの？仕方ないじゃない。他に写真映えするようなカフェ見つけたんだから。堅苦しいのは苦手なのよね。それに高いし。だったらリーズナブルで居心地のいいお店の方がいいじゃない。ふざけないでくれる？無理を言って予約をご利用ししてきたのはそっちじゃない。いろいろ要望を受け付けてくれたから、このままじゃこっちも損失がひどいのよ。そんなこと私には関係ないじゃない。ママ友なんだからサービスするのは当然でしょ。関係なくはないわ。今回のキャンセル料
50万請求させていただくことになりますけど。あ？何それ、ぼったくりじゃない。そんなキャンセル料かかるわけないじゃない。とりあえず話し合いしましょう。今からでも店に来てくれる？逃げないでよ。要求を飲めないなら弁護士を通すことになるけど。わかったわよ。今からそっちに行くわ。何を偉そうに。気分が悪いわ。通話を一方的に切られ、しばらく待っていると鼻息を荒くした茜が店に飛び込んできた。せっかく楽しんでいたのに、どういうつもりよ。それはこっちのセリフよ。どういうつもり？ドタキャンなんて。この店が堅苦しすぎて魅力がないからじゃないの？なのにキャンセル料が50万なんてありえない。ちゃんと私は説明したわよ。うちの店は食材は直になるのに、メニューまで指定して、そうなるとキャンセル料は50万になるのは当然じゃない。それに予約なんて聞いてないし、いくら高くなっても大丈夫って言ってたじゃない。そこはママ友なんだからサービスするのは当然じゃない。そんなこと言っていいの？私の子供とあんたの子供を今後遊ばせてあげないからね。別に構わないわ。他にも仲良くしてくれるママ友さんやその子供たちいるし。はぁ？まあ、ムカつく。でも50万なんて無理。若頭の夫に店襲わせるよ。何それ、若頭なんて。あなたのご主人ヤクザでも知ってるの？そうよ、知らなかった？私の夫、小泉組の若頭を知っているの。その若頭の奥様ってわけ。私が一声かけたら夫の部下が飛んできて、こんな店なんかむちゃくちゃにできるんだからね。あの小泉組の？そんな嘘信じられると思ってるの？信じる信じないはあんたの勝手よ。この店どころか客もあんたも従業員もボコボコにしてあげるんだから。そうなったら高級料亭の格もガタ落ちね。邪魔見ろ。茜の言葉を聞いて、私はこれまでのことを思い出して腑に落ちた。きっとこれまでもこうしてわがままを通してきたのだ。いくらなんでもお客様や従業員たちに手を出すのは卑怯じゃない？なんとでも言えば。ちょっと横からいいかしら。話の腰を折ってごめんなさいね。話を聞いてたんだけど、あなたちょっと幼稚すぎるんじゃないかしら。何よバーバー。確認だけど、小泉組の若頭って最近若頭になったあの斉藤様？あなたは斉藤様の奥様ということは間違いないのね。このことは組長さんもご存知なのかしら？組の名前を使うということはそれなりに責任が伴うってわかってるかしら？当たり前じゃん。旦那は将来組長の後目を継ぐのは約束されてるくらい信頼されてるの。結婚の祝儀も弾んでもらったんだから。私の言葉は次期組長の言葉でもあるのよ。そうなの？じゃあいい機会だから現組長さんのご意見も聞いてみましょうか。はぁ、ババア何言ってんの？今日もご予約いただいてますからね。そうね、5分後に組長が来店くださいますよ。そうだったわね。今日も来てくださるんだっけ？何？苦し紛れのハッタリ？ババア、ボケた？あらあら、小泉組の次期組長の奥様なのにご存じないのかしら。この店はね、オープン時から小泉組現組長様からご贔屓いただいてるのよ。つまりは常連さん、会合によくご利用いただいてるの。
今日も大人数での予約だわ。でも構わないわよね。信頼の厚い次期組長さんの奥様なんですもの。そう祖母が微笑みながら言うと同時に、店の前に数台の黒塗りの車が止まった。いらっしゃいませ、滝様。いつもご来店くださりありがとうございます。おう、今日もよろしく頼むな、吉野ちゃん。大勢の部下を従えて小泉組現組長の滝が来店した。店の入り口でどうしたのかね、揉め事かい。本当ですね、お恥ずかしい限りです。せっかく大事な滝様のご来店なのに、ろくなお出迎えできず申し訳ございません。いやいや、吉野ちゃんにしては珍しい。何か困ったことかね。ええ、実は孫娘の友人という方が、孫娘の縁でこの店をご予約くださったんですよ。大事な孫娘と今頃の大事な友人関係ですからね。ご希望に添える限りおもてなしの準備をしてお待ちしていたんですよ。ですけどご予約の時間になっても来店いただけず、孫娘が何とか連絡を取って来店いただいたんですが、当日キャンセルをご希望なさってですね。それは当日無断キャンセルってことかい。はい、なんとか穏便にキャンセルについての決まり事をご理解いただこうとしたんですけど、話を聞けば滝様の組である小泉組の若頭様の奥様ということじゃありませんか。滝様はこのような考えと行動ご存知でしたか。ああ、そんなふざけたやつが若頭の女房だってのか。おい、お前が斎藤の女房か。お久しぶりです、組長。結婚式でご祝儀いっぱい包んでくださってありがとうございました。もう、あんたに困ってるんですよ。確かに、ドタキャンしたことは悪かったですけど、それでキャンセル料50万だって言うんですよ。明らかにぼったくりですよ。悪徳ですよ、このお店。こんなところ利用していたら組の名前に傷がつきますよ。組長さんならもっといい店使うべきですよ。今からでも浅くないですよ。私いい店知ってるんですよ。紹介しますよ。ペラペラと喋る茜の話を聞いて、滝は表情を険しくし若頭を呼んだ。なんだこの慣れ慣れしい女は。斎藤、お前ちょっとこっち来い。お呼びですかい、組長。おい斎藤、どういうことだ。てめえの女房がこの店に無礼を働いたみてえだが、随分と礼儀のなってない女みてえだが、堅物のてめえが結婚した時はこりゃめでたい話だと思ったが、まさかこんな女だとは。お金、なんでこんなところにいるんだ。ダーリン、聞いてよ。このお店ひどいんだから。こんなお店を利用するのは組の尊厳にも良くないよ。潰してよ。ドタキャンしただけで50万円払えって言うのよ。今時ダーリンって。なんだと、それは本当か。ちゃんと来るつもりはあったのよ。でも SNS で他にいい店見つけちゃったんだもん。仕方なくない。たち様、本当にこんな調子なんですよ。私たちも長年営業して日々お客様に満足いただけるように精進しています。孫娘も斎藤様には直であることもキャンセル料についても説明していたはずなんですけど、キャンセル料を請求したら払わない、謝罪もしないとダダをこねられまして、ご愛顧くださっている滝様の組の方ですし、
弁護士とか大ごとにはしたくなくて、挙句の果てには組員を呼び出して店や客や従業員を襲うって言うんですよ。本当ですか？どう思いますか？これも滝様のご意向でしょうか？確かに無断キャンセルした茜も悪いが、それでもいくらなんでもキャンセル料が50万だというのはふっかけすぎじゃないのか？ヤクザの縁者に弁護士って脅迫か？いい度胸だ。今までもそんな無茶なキャンセル料請求して稼いでたんじゃねえのか？とんだ悪質店だな。小泉会の意向に調子でも乗ったか？あら、まあ、若頭である斎藤様までそんな言いがかりをつけられるんですか？若頭様の奥様、子供たちの関係まで巻き込もうとなさったんですよ。父親としてそのことについてどう思われますか？ヤクザの子供として一般人に舐められるなんてことはあっちゃいけねえだろう。はあ、小泉組も変わったものですね。ね、滝様。ずいぶんとお高く泊まってんな。組がこの店を利用してるから収入が成り立ってるんだろうが、それなのにぼったくろうなんざ、調子に乗るんじゃねえよ。組の意向に図に乗ってんのは店の方じゃない？斎藤、てめえら黙りやがれ。これ以上俺の顔に泥を塗るんじゃねえ。怒号が響き渡った瞬間、斎藤夫妻が驚いたように飛び上がった。滝は怒りの表情を浮かべたまますくみ上がっている斎藤を殴りつける。斎藤は転がり倒れ、呆然と滝を見上げた。滝様、店先では困りますよ。お客様の目がございますから。おっと、すまねえな、吉野ちゃん。つい頭に血が昇ってしまってな。お前ら、おとなしく聞いてりゃ、調子に乗りやがって。斎藤よ、いくら若頭になったからといって、俺に意見するなんざ、どういう要件だ。好き放題言いやがって、そんな奴だったか？俺の目も曇っちまったか？組長、どうしてどうされたんですか？この店を散々に言いやがって、この店に迷惑をかけるということは俺の顔に泥を塗るってことになぜ気づかないんだ？俺がどうしてこの店に足を通わせるか知らねえとは言わせねえぞ。呆れたようにため息を漏らす組長の言葉に、背後の部下たちはマジか、本当に知らねえのか、ひそひそと話している。組長の顔見知りの店ということは存じ上げていますが。おい、本気か？一生懸命組に尽くしてはくれていたが、上っ面だったか。まさか知らねえとはな。ならせっかくですから教えて差し上げてはいかがですか？知らないままで、また今後もこのようなことが起きては困りますからね。あずさも今後春日で働くというのなら、一緒によく聞いておきなさい。うん、わかった。どういうこと？おばあちゃん、もともと滝様と知り合いだったの？私というか、おじいちゃんとだけどね。そう、今は亡き、この店を開業した料理長と俺は、ガキの頃からの馴染みなんだよ。え？おじいちゃんと組長さんが？俺の家は貧乏でよ、毎日食うもんにも困っていて、常に腹を空かせていた。人間、腹が減るとイライラするもんだ。近所でも有名な悪童だったよ、俺は。盗みも喧嘩もいろいろやった。そんな中、料理長、あずさちゃんのおじいちゃんだな、握り飯をくれたんだよ。ただでさえ食料困難の時代だったのによ。うまかったなあ、あいつの握り飯。この店の始まりは
あの握り飯だったよな。俺がヤクザになっても決して見捨てはしなかった大した男だったよ。あいつがこの店を開くって聞いたとき、俺はできる限りの出資と援助をした。俺なりの恩返しだな。まだまだ返し足りないってのに、あいつはよ。主人も滝様には大変感謝しておりましたよ。滝様が美味しそうに主人が作ったおにぎりを食べているのを見て、料理人になることを決めたらしいですから。いつも楽しそうに滝様の料理をしていました。あいつは俺の命の恩人だ。俺は当然の恩返しをしただけだ。だからおじいちゃんが亡くなった後もご利用くださっていたんですね。あいつが行ってから店の味は不安だったが自由だったよ。この店の料理の心はきちんと受け継がれているよ。私も祖父から料理は仕込まれていたが、やはり弟子であった現料理長にこの店の魂は引き継がれていることに感動を覚えた。だからな、この店に迷惑をかけることは俺の顔に泥を塗るのと一緒だということだ。ヤクザにとって恩義は重要だ。お前たち分かってんのか？まさかそんな経緯があったなんて、申し訳ありませんでした。そんなことで土下座するの？ヤクザが恥ずかしいじゃない。だったらさ、この店は小泉組のしのぎってことじゃない？若頭の妻が好きなように利用してもよくない？何を言ってんだ。お前も頭を下げろ。痛い。何するのよ。ひどいじゃない。あたしは嫌よ。頭を下げるなんて恥ずかしいじゃない。この店をしのぎに加えたことはねえよ。斉藤よ。てめえ、女を見る目がないんじゃないのか？ヤクザの妻になることの意味をちゃんと教えてしつけろや。しつけるなんて犬じゃあるまいし。海長さんとはいえ失礼じゃないですか。茜の子供のような言い草に滝の背後の部下たちは青ざめている。思わず同情してしまう。お前誰に向かってそんな口を聞いてやがんだ。もう黙れ。殴るなんてひどいじゃない。嘘つき。結婚するときに大事にする、暴力は振るわないって約束したじゃない。あらあら、いい歳した大人があんなに子供みたいに泣くなんて。もともとは子供っぽいところはあったけど、まさかこんなにひどいなんて。お前の女房、俺の恩人の孫娘にとんだ迷惑をかけているみてえだな。申し訳ございません。妻にはしっかり言い聞かせます。今後もしっかり組のために働きますので、どうぞご容赦を。本当に俺の目も曇ったもんだな。以前のお前は堅物すぎるところはあったが、本当に忠義に熱い男で、これならゆくゆくは組を任せられると思っていたが、今じゃ女一人も御することができない、腰抜けときたもんだ。これじゃあ若頭をさせるのも不安になってくるな。若頭を辞めさせられるなら結婚した意味なんてないじゃない。贅沢させてくれるって言ったから結婚したのに。なんだと、お前そのつもりで俺と結婚したってのか。ふざけやがって。もう離婚だ。好きなところに行ってしまえ。いやいや、なんで離婚されなきゃいけないの。子供はどうするのよ。絶対に離婚なんてしないからね。若頭の地位も辞めさせられないようにもっと頑張りなさいよ。元はといえば誰のせいだよ。お前だろうが。やめろ、見苦しい。泣きわめきながらの夫婦喧嘩。あまりの見苦しさに目を覆いたくなる。決まりだな。組長。
もともと今回の会合はお前の若頭としての立場をどうするかの話し合いだったんだ。組長の座を確固たるものにするか、若頭の地位を剥奪するか。最近結婚してからか、お前の素行について話を聞くことが多くなったからな。身に覚えないか、好き勝手してたようじゃねえか。組員を私欲で利用したり、組の金の不明の流出とかな。今のでガテンが言った。すべてはてめえの女房のせいだな。女でここまで変わるなんざ、失望したよ。私のせいだって言うの？おい、あんたはもともと組のしのぎのキャバクラの嬢だったんだろ？さっきから慣れ慣れしいが、俺はお前のことなんざ知らねえ。今その手に持ってるブランドのカバン、斉藤が組から横領した金で買ったんだろう。これまで聞いた話だが、横領どころか組の下っ端から金を巻き上げていたみてえじゃねえか。小泉組も地に落ちたもんだな。それもこれも斉藤を信じて若頭にした俺のせいだがな。組長、二度としませんから、どうか俺を今後も若頭として働かせてください。人間そんなにすぐ変わりはしねえよ。現に未だ女房を好き放題吠えさせているんだ。これ以上俺にお前を失望させるんじゃねえ。しっかりやり直せ。今をもってお前を破門にする。いやいや、絶対に嫌。若頭であったから好き放題できていたのに、若頭で亡くなったら価値はない。いくらなんでもひどいじゃない。うるさい。元はといえばあんたのせいじゃない。ドタキャンぐらいでこんな大ごとにして、組長さんとも親しいんでしょ。あんたたちが取りなしてよ。責任取ってよ。いい加減にしなさい、見苦しい。あまりに見苦しくダダをこねる茜に、祖母が平手打ちし一喝した。聞くに耐えないことを叫んで、今回あなたの予約を入れたのは孫娘と同じく懸命に子育てするママ友だからよ。それなのにあなたの態度は何なのかしら。店の客といっても人間同士、互いに尊重しないと成り立たない。社会人として子供を育てる一人の母親として、己の行動と発言に責任を持ちなさい。何よ、あんたには関係ないでしょ。斉藤よ、我がお前の女房だ。あれと別れるのはお前の勝手だ。今後は女を見る目を養えよ。まあ、組には一切関係ないがな。お前は破門だ。今後も組に残りたいと言うんなら、どこかの部屋住みからやり直せ。なんで俺がこんな目に。それもこれもお前のせいだ。どうしてくれんだ。私のせいだって言うの？あんたが結婚するときに私に好きなようにしていいって言ったんじゃない。私のせいじゃないわ。あんたの解消がないからじゃない。俺だっててめえがこんな頭の悪い女だと思ってなかった。若さと顔だけ女が。騙されたのは俺の方だ。離婚だからな。子供のことも知らねえよ。お前が引き取れ。あんたの子供なのに無責任じゃない。ちゃんと慰謝料と養育費払ってよね。あんたのせいで生活に困るんだから生活費も出して。知らねえよ。お前が俺に慰謝料と生活費払え。もうそんな若さはないからな。塾とかで働けばいいだろう。自分と子供の食いぶちは自分で稼げ。私をおばさんだって言うの？今の言葉で精神的に傷ついた。精神的苦痛で慰謝料請求してやるから。
もうやめなさい。少しは恥じらいを知りなさい。まずは店へのキャンセル料を払ってからにしなさいね。離婚話はそれからでも遅くはないでしょう。うるさい。ババアは黙ってなさいよ。本当にどうしようもねえな。おい、お前ら、今回はキャンセル料は俺が立て替えてやるよ。だから店から出て行け。店の格を落とすことをするんじゃねえよ。滝の言葉に茜は笑みを浮かべたが、夫婦間の金の話し合いは大事だがな、その前にまずはこの店へのけじめをつけるべきだろうが、キャンセル料とこの店への迷惑料、そして俺の顔に泥を塗ったことへの慰謝料と利子をつけて1000万しっかり返せよ。絶対に踏み倒させはしねえからな。俺たちから逃げられると思うなよ。そんな。なんでそんなにかかるのよ。おかしいでしょ。あらあら、さっきは私たちに悪徳とかぼったくりとかおっしゃっていたじゃありませんか。本物の悪徳を教えてやるよ。社会勉強になるだろう。今まで好き放題、組の金も使ってくれていたんだ。むしろ安くで済んでいいんじゃねえのかい。さっきの話を聞いていたんだが、塾キャバだけじゃねえぞ。最近は水だけでなく、風でも塾女は盛り上がってんだ。いい店紹介してやるよ。いやよ、酒臭いおっさんたちの相手なんてしたくない。せっかく結婚してあの生活と仕事から抜け出せたのに、もう二度とごめんよ。安心しろ。長く働けるように組のしのぎの中でもかなりの優良の店だ。最近塾女が盛り上がってると聞いて、系列で塾女専門店でも開こうかと思ってたんだ。責任持って紹介してやんよ。斉藤よ、お前もだ。あ、はい。話を聞いてたら、どうも指詰めて組から放り出すだけではもったいないみてえだな。指詰めにオプションでマグロかカニ漁あたりを紹介してやろうか。それともタコ部屋か。運がいいことにどこも人手不足で困っていたんだ。助かるよ。ありがとう。堅物のお前なら1000万なんざすぐに返せるだろうよ。貯金もできるだろう。女房と二人で頑張ればあっという間だ。ついでにその腐った根性も叩き直してやるよ。斉藤は組長から肩を叩かれながら語られて、ガクガクと震え出してその場に崩れ落ちた。茜は泣きわめく体力を使い果たしたのか、表情を恐怖に染めて震えている。子供はどうしたらいいの。ちゃんと子供のことを考える両親は残っていたか。安心しろ、何もしねえよ。そこまで鬼じゃない。子供には罪はないからな。きちんとした一般人の里親を責任持って探してやるよ。俺たちみたいな裏の社会に今後一切関わらせない保証はしてやる。私たちもどこかに縁がないか探させていただきますね。吉野ちゃんのつてだったら安心するな。一緒にお願いしてもいいかい。もちろんですよ。大事なひ孫のお友達ですからね。滝と祖母の間で話はまとまった。おい、お前ら、これ以上この店に迷惑をかけるんじゃねえよ。連れて行け。組長、心を入れ替えて頑張りますから、お願いですから、助けてください。助けて、どこに連れて行かれるの？もうわがまま言わないから。滝の一声で、控えていた部下たちが、斉藤夫婦を羽交い締めにして、店の外へと連れ出していく。何か外から悲鳴というか、
何かを殴るような音が聞こえてくるんだけど、店の外を見に行くと、羽交い締めにされた斎藤が、いいざまだな、どんな気分だと、殴る蹴るのサンドバッグにされていた。今まで調子に乗ってすみませんでした。いやー、やめて、やめてよ。茜は殴る蹴るまではされていないが、引きずり回されたのか、全身ほこりまみれで、服もボロボロ、見るも無残な姿になっていた。イサン、いつも全身ブランドまみれで化粧もバッチリだったのに。やだわ。店の前で大騒ぎされたら困るのよね。他のお客様にも迷惑がかかるじゃないの。こりゃすまねえな。おい、お前ら、やるなら店から離れたところでやれ。店に迷惑をかけるじゃねえか。使い物にならなくなったら困るから、ほどほどにしておけよ。知れ知れ。滝の一言で、部下たちは斎藤夫妻をサンドバッグにするのをやめた。ぐったりとした斎藤夫妻が黒塗りの車の後部座席に詰め込まれ走り去っていく。どこに連れて行かれるんだろう。それはあずさちゃんは知らなくていい。本当にうちの組の者がすまなかったな。お気になさらないでください。場を収めてくださってありがとうございました。内心ハラハラしていたんですよ。滝様が暴れて店の備品が壊されるんじゃないかって。俺ももうそんなに若くない。そんなことしでかしたらあの世からあいつに叱られちまう。昔にそんなこともありましたね。懐かしい。ねえおばあちゃん、結局キャンセルされた料理どうしよう。せっかくいい食材を揃えたのに無駄になっちゃう。それなら今日の会合に予約していた分と一緒に出してくれ。食べきれない分は包んでくれたら組の者に食わせてやるよ。ありがとうございます。せっかくいい料理を揃えたのに。本当に斎藤夫婦ももったいないことをなさいましたわね。なんかおばあちゃん怖いんですけど。小泉組の幹部が並ぶ。会合が始まろうとしている。幹部の一人が近寄り耳打ちをする。いかがなさいましたか。なに、斎藤夫婦はきちんとけじめをつけて再就職先が決まったらしい。再就職先ですか。あずさちゃんは知らなくてもいい。あいつらの就職先なんざ今後一切あずさちゃんにも店にも関わることはないだろうよ。ああそうですか。あまり深く追求しない方が賢いと判断した。最後の滝と斎藤夫婦のやりとりを見た限りではきっと悲惨な目に遭っているのだろう。とんでもない事件は起きたけれど無事に解決してよかった。大好きな祖母の店を守っていきたいと思わせるいいきっかけに思える出来事だった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は竹内真也。26歳の営業マンだ。今日は取引先が主催するバーベキューに参加をしていた。こんにちは。あなたが竹内さんね。担当の渡辺は今日休みなの。私は支店長の池田よ。真っ赤な唇で笑みを浮かべる女性が笑顔で挨拶をして名刺を差し出した。お世話になっております。名刺を交換すると池田はぐいっと俺に体を寄せた。あなた今渡辺と契約を進めているみたいだけど、それ私とやらない？契約ですか。もうほぼ話は終わっている段階ですが。困惑した俺の表情に
池田はニヤッと笑う。契約書見たけど、あれだと我が社の利益が少ないでしょ？手数料をあなたの会社の方で負担してもらって、それから調査費の方の負担もよろしく。そんな無理ですよ。一方的に俺の会社の不利になる条件を言われ、俺は愛想笑いを浮かべて首を横に振る。それなら今度私と二人で飲みに行かない？あなたの顔がタイプなの？突然池田は俺にしなだれかかると耳元でそう囁いた。いいえ、今は忙しいので。俺はゾッとして池田の両肩をつかむとぐいっと体を離した。私に恥をかかせて後悔するわよ。カッと頬を染めた池田が吐き捨てるように言うと、その場を立ち去った。なんだったんだ、あの人は。とにかく挨拶だけして帰ろう。俺はそう思って顔見知りの社員を見つけると挨拶をしに向かった。しばらくしてバーベキューが終わりに近づいた頃、これ見てくれる？機嫌のいい池田が俺に近寄ると書類の入ったファイルを渡してきた。これは今進めている商談の契約書ですね。なぜここにあるんですか？ちょっと取りに行かせたの。もう必要のないものだからね。そう言うと俺の手からファイルを奪い、バーベキューの炭の中に放り投げた。なんてことを。ほーら、書類もなくなったし、私と新しい契約を結びましょう。何ヶ月もかけて進めてきた契約書を燃やされ、俺は呆然としてしまう。そんな俺に別のファイルを渡す池田。中を見ると簡易的な見積もりが入っており、俺の会社の利益がかなり減らされていた。契約書も入っているが、その見積もりに準じたものだ。こんな契約できません。渡辺さんと今まで通り進めていきたいと思います。でも契約書は燃えちゃったわよ。データで残っているので問題ありません。だから話が通じないわね。私が契約してあげるって言ってるのに。池田は突如怒りを爆発させて大きな声を出すと俺を突き飛ばした。突き飛ばされた方向には熱々の鉄板がある。とっさに手を出してしまい、俺は右の手のひらを鉄板につけてしまった。あっつい、嘘だろ。思わず悲鳴のような声が漏れ、じゅっと手のひらから嫌な音が聞こえた。こいつわざと鉄板のある方へ俺を押したのか。正気じゃないな。痛みに顔を潜めた俺が池田の方を見ると、彼女はにんまりと笑っていた。あなたがした無礼な行為は手だけじゃ許せないわ。その顔が腹立つのよ。そう叫んだ池田は体勢を崩した俺の頬を手で無理やり鉄板に押し付けた。頬にも熱さを感じるが、俺はすぐに体を起こす。何をするんだ。俺は池田を突き飛ばし、すぐに鉄板から離れた。頬はじんじんと熱くなっており、ヒリヒリと痛みが走る。周りで様子を見ていた人たちは悲鳴を上げて、すぐに池田を取り押さえる。慌てた人たちが飲み物を冷やしていた氷を持って駆けつけてくれる。すみません、支店長がご迷惑をおかけして、こちらで冷やしてください。ありがとうございます。若い女性から氷の入った袋を受け取ると、俺は頬と手のひらを冷やした。ふざけないで、早く話しなさいよ。見てたでしょ、私は今商談中なの。利益が減ったらあんたたちが責任を取るわけ。男性社員に取り押さえられた池田が暴言を吐きながら暴れる。そんな池田の姿を氷をくれた女性は唇を噛んで見ている。どうやら池田は社員たちに煙たがられているみたいだった。取引先の人間に火傷をさせておいて、まともじゃないな。
発狂するように叫ぶ姿に、俺は頬を押さえながら思わずつぶやいた。その言葉が聞こえたのか、池田がぐるんと頭を回して俺の方を見た。なんて言ったの？まともじゃないって言ったの？ねえ。ああ、こんな騒ぎを起こしておいて謝罪もないんですね。謝罪をするわけないじゃない。悪いのは話がわからないあんたなんだから。もう片方の頬も火傷させてやろうか。そう言って池田が立ち上がろうとするが、社員たちが懸命に止める。話してってば。私の邪魔をするならお前らの家族も消してやるわよ。社長とパパが仲良しなの、あなたたちはよく知っているでしょう。池田の言葉に顔を伏せながら、社員たちは池田を止めようとしてくれる。大丈夫ですよ、手を離してください。脅されているんですね。俺は社員たちがかわいそうになって思わずそう声をかけた。俺の言葉を聞いた社員が手を離すと、ふんと池田が不機嫌そうに鼻を鳴らす。私のパパはクジラ組の組長なの。弟は若頭をしているのよ。パパと弟の力を借りればたくさん我が社に有利な契約が取れる。その利益があるからこそ社長も私がやりたいようにやらせてくれるの。あんたたち平社員なんてすぐに会社をクビにできるんだからね。それに弟とパパに頼めばあんたらとその家族なんて簡単に処分できるから。そうやって自分の会社の社員を脅すなんて正気ですか？池田さんは支店長ですよね。だったら彼らはあなたの部下ではありませんか？自分より立場が弱い、こいつらが悪いからね。それに私より仕事ができないの。こいつらができない分、私が一人で頑張っているのよ。腕を組んで偉そうに言う池田に、社員たちは気まずそうに目線をそらした。あなたが上司だなんて皆さん苦労しますね。なんですって？俺の言葉に再び切れた池田が飛びかかろうとして、近くにいた社員が羽交い締めにする。あなたね、前の担当者と契約をしたければやってみなさいよ。でもそうなればあなたとその家族が無事じゃないから。拘束されながら叫ぶ池田。取り押さえてくれている社員は俺の方を見て申し訳なさそうにペコペコと頭を下げていた。そうやって客を脅してそれで契約を取っているのか？そうよ。何か文句ある？この後すぐに警察に行こうと思っていますが、それでも大丈夫ですか？警察といえば態度を変えると思ったが、池田は全く動揺する様子はない。警察に行っても無駄よ。私のパパは警察とも仲良しなの。相談に行っている間にあなたのご両親でも痛めつけちゃおうかな。俺の両親だと？そうだ、いいこと考えた。それじゃあこうしましょうよ。あなたが選べる選択肢は2つだけ。私と契約を結ぶか、それとも前の担当者と結ぶか。私が提案した契約を承諾するなら、これからも平和に生きていけるわ。でも、前の担当者と契約を進めるなら、あなたも親も無事ではいられないわ。俺を脅すつもりですか？あまりにも理不尽な提案に、俺は怒りがふつふつとこみ上げるのを感じた。目の前の女は俺に怪我を負わせて罪悪感を抱いていなかった。それどころか俺の親まで出して脅す、その汚いやり方にヘドが出そうだった。ヤクザ一家に生まれた私は好き放題。契約承諾しろ。断ると次はあの世行きよ。そう言って調子に乗った池田が高笑いをする。他の社員たちは顔色が悪く、まるでお通夜のような雰囲気だった。てめえがした行いは
全部てめえに返ってくるんだよ。俺は誰にも聞こえないような小さな声で言うと、池田の顔をじっと見つめた。何よ、なんて言ったの？文句があるなら大きな声で言いなさいよ。俺を睨みながら言う池田に、俺は母とため息をついた。ヤクザ相手にはヤクザで対抗しないと。俺に怪我をさせた責任を取らせてやる。俺はそう思って立ち上がると、池田の目の前まで顔を寄せた。一家全員呼べ。本家命令だ。池田にしか聞こえないように囁くと、すぐに顔を離す。何をバカなことを言っているの？ヤクザごっこのつもりなわけ？俺の言葉をはったりだと思ったのか、池田がバカにしたように笑った。すぐにわかるさ。それじゃ、俺はこれで失礼します。小売り、ありがとうございました。周囲にいる社員たちに小売りの礼を言うと、俺はその場を立ち去ろうとする。待ちなさい。逃げても無駄だから。絶対に私と契約してもらうからね。夜道に気をつけなさいよ。大声で怒鳴るように言う池田に、振り返る気にもならず、手をひらひらと指して答える。その態度に、池田がさらに何か怒鳴った声がしたが、俺は気にせずその場を立ち去った。俺は車用車に乗り込むと、すぐにスマホを取り出して電話をかける。頭、今はお昼の仕事中では？頼みたいことがあってな。いいか？俺が電話をかけた相手は、ヤクザの世界の部下だった。実は、俺は昼は会社員として働き、夜は父親が組長を務める清流組の若頭をしていた。クジラ組の組長と若頭、それから組長の娘である池田薫子を俺の家に連れてこい。俺は池田からもらった名刺を見てそう言うと、すぐに足元に投げ捨てる。その名刺をぐしゃりと踏みつぶすと、俺は車を発進させた。夜になった頃、部下から家に3人を連れてきたと連絡が入り、俺は自宅へと帰った。お帰りなさいませ。出迎えのヤクザたちに軽く手を挙げて答えると、客間へと向かう。畳の上には、クジラ組の組長と、その息子である若頭、そして池田が縄で縛られて座っていた。どうやら、連れてくる時に抵抗をしたようで、三人とも顔などに軽い怪我をしていた。嘘でしょ？あんた、竹内よね？姉ちゃんの知り合いか？取引先の男よ。私よりも圧倒的に立場の低いやつよ。ふん、と鼻で笑う池田に、俺は思わず呆れてしまう。まさか、私に逆恨みでもしてこんなことしたの？おい、そうなのか？仇がこんなことをして無事に済むと思うなよ。どこのヤクザに頼んで俺たちをここに連れてきたのか知らねえが、縄を早く解け。お前のその顔をボコボコにしてやるから。弱い犬ほどよく吠えるとは本当だな。俺はそう言うと、胸ポケットからサングラスを取り、にやりと笑う。これを見た後にも同じことが言えるか？前髪をさっと後ろにかき上げてサングラスをかけた。池田と若頭はキョトンとした顔でぶっと吹き出して大笑いをした。何をカッコつけてるのよ。サングラスかけたからって何よ。本当に面白いな。お前、芸人になれるんじゃないか。ゲラゲラと笑う二人だが、組長だけは俺を見て顔を真っ青にした。様子がおかしい父親に気づいた若頭が首をかしげる。親父、どうしたんだ？震えているじゃないか。顔面蒼白のまま震え出した組長は、若頭の言葉に答えず、ただ俺を見る。どうした？言いたいことでもあるか？ほら、言ってみろよ。
俺の言葉にはっと我に返った組長は畳にドンと頭を打ちつけるように謝罪をした。本当に無礼なことをして申し訳ありませんでした。親父、マジでどうしちまったんだ。パパ、なんでこんな人に頭下げてるの。普段の様子と全く違いましたので、まさか若頭とは思っていませんでした。清流組にも属している組長はこの三人の中で唯一俺を見たことがある人物だった。そうか、まあヤクザをしているときはサングラスを外したことがないからな。わからなくても仕方がないだろう。おい、三人とも縄を解いてやれ。俺が怒っていないことがわかり、組長はほっと息をついた。昼は会社員として働いていると噂で聞いてはいましたが、全くわかりませんでした。ねえパパったら、私たちにもわかるように説明してよ。縄で縛られていた後を触りながら言う池田に、イライラしたように組長が口を開く。バカ野郎、俺と相手のやりとりを見れば誰かくらいわかるだろう。この人はな、清流組の組長の息子で若頭をしている竹内さんだ。組長の言葉に若頭は目を見開いて顔を青く染めた。しかし池田はまだわからないようでキョトンとしている。若頭だったら弟と同じじゃないの。パパは組長なんだからパパの方が偉いじゃん。それなのになんでそんなにペコペコするわけ。池田の言葉に周りにいた俺の部下たちは思わずといった様子で吹き出して笑った。何が面白いのよ、私のことバカにして。あんた部下のしつけはしっかりしなさいよ。失礼なことを言うな。すみません竹内さん、カオル子がバカなのは事実だろう。あのな、俺たちクジラ組は清流組の二次団体なんだ。つまり清流組が本家で俺たちはその傘下に過ぎない。俺はクジラ組の組長ではあるが、清流組だと射程頭でしかない。竹内さんは俺にとって雲の上のような存在なんだよ。え、それじゃあパパよりもよっぽど偉いってこと。だからそう言っているだろう。俺たちじゃ何をしてもかなわない相手だ。だから絶対に無礼な真似をするな。わかったな。組長の言葉に池田は気まずそうに目を伏せた。なんでお前たちを俺の家に呼んだかわかるか。いえ、俺たちは全く見当もつきません。カオル子、ゴー、お前らはわかるか。ゴーと呼ばれた若頭はブンブンと首を横にする。池田は心当たりがあるんだろう。顔を上げずに黙っている。これを見てみろ、この火傷はな、今日の昼頃にお前の娘にやられたんだ。手のひらと頬に貼られたガーゼを指さすと、組長は顔を引きつらせた。そんなことをカオル子が。ああ、事故じゃないからな。意図的に鉄板に押し付けられた。清流組の若頭に火傷を負わせた責任を取ってもらおうか。そんな、どう落とし前をつければいいのか、本当に申し訳ありませんでした。姉が失礼をして申し訳ありません。俺たちにできることなら何でもします。組長と若頭はすぐに両手を床につけて土下座をした。そうだな、お前らには一つ約束をしてもらおうか。何でしょうか。何でも言うことをお聞きします。簡単だよ。娘である池田香織子にこれから何があっても絶対に助けるな。直接手を貸すことも金銭的に援助をすることもするな。できるか。そんなことパパが約束するわけないじゃん。だって家族だよ。呆れたように言う池田だが、真剣な顔で組長が黙り込む。娘を助けなければ今回のことはクジラ組は不問としてくださるんでしょうか。ああそうだ、クジラ組には手を出さないし、お前らにも特に何もする予定はない。もちろん若頭、お前も一切手助けを禁止するからな。
そんなことでよければカオル子を助けないと約束します。俺もです。姉に絶対に手を貸しません。二人はほっとした表情で俺の提案を快諾した。そんな二人の様子を信じられないように池田が見る。え、嘘でしょパパ。ゴー、私のことを見捨てるつもり？私がこの人からひどい目に遭わされても助けてくれないってことよね。ギャーギャーとわめく池田を無視して、俺は組長の前に契約書を差し出した。池田薫子の手助けをすればクジラ組は清流組から脱退、組長である池田哲夫は清流組を破門とする。問題なければサインをしてくれ。契約書を読み上げると、組長と若頭は真面目な顔でうなずいてサインをした。よし、それじゃあ試してみるか。俺はそう言うと池田の前に座る。何よ。怯えたように俺を見る池田の頬を思いっきり殴った。殴られた経験がなかったようで、池田は頬を押さえてショックで固まっている。パパ、ゴー、なんでかばってくれないの？ポロポロと頬を押さえながら泣く池田の言葉に、組長も赤頭も答えずに俺を見た。ああ、話すのは別に構わないぞ。そうですか。なあ、カオル子、俺は今までお前のことをたくさん助けてきたつもりだ。ゴーは俺の手元にいるから安心だが、お前は一般企業に勤務していたからな。うん、だから今までたくさん助けてくれたよね。だが正直最近限界だったんだよ。え？以前から片木の会社や社員を脅すのをやめるように言っていたじゃないか。それはそうだけど、今回の件で俺は目が覚めた。お前のことを子供扱いして甘やかしすぎたとな。俺もゴーもお前が片木の世界で生きていくなら手を貸したらダメだったんだよ。そんなこと言わないで。ねえ、助けて。泣きながらすがりつく薫子を組長が突き飛ばす。いい加減にしろ。竹内さんが許してくれなかったらクジラ組ごと潰れていたんだぞ。俺はもうお前に愛想が尽きた。契約書通り二度と助けることはない。連絡も取らない。そんなゴーは助けてくれるわよね。俺も親父と同意見だ。これからは街で見かけても声をかけないでくれ。冷たい表情で言い放つ若頭に池田は震えながら怒鳴った。あんたは弟なんだから私の言うことくらい聞きなさいよ。しかし怒鳴られた若頭は呆れたように池田を見つめる。姉ちゃんさ、もう34歳だろ。いい大人なんだから一人で生きていけや。どうやら約束は守ってくれそうだな。もちろんです。これから俺もゴーも、もちろんクジラ組の人間も、二度とカオル子と連絡を取ることはありません。この度は寛大なご対応ありがとうございました。俺も親父と同意見です。ありがとうございました。よし、それじゃあもう行ってもいいぞ。俺に頭を下げる組長と若頭に満足げにうなずいて扉の方を指さす。二人は俺に頭を下げると、池田を置いて部屋を出て行った。え、嘘、私は？お前も出て行っていいぞ。もう俺に用事はないから。俺がそう言うとふらりと池田が立ち上がる。パパもゴーも何よ。あいつらがいなくったって私は一人でやっていけるわ。だって会社でも支店長だし、周りの社員から慕われているんだから。ブツブツとつぶやきながら池田は部屋を出て行った。そして一ヶ月後、俺がいつものように会社に出勤すると、受付で誰かが叫んでいた。だから、竹内を出しなさいよ。話が通じないクソ女どもめ。ですから、アポイントメントを。ボサボサの髪の女が爪を噛みながら受付に詰め寄っている。くたびれたスーツを着る女性は、池田だった。池田さんじゃないですか。どうしたんですか。竹内、
お前が全部悪いのよ。ぐるりと首を回して俺を恨めしそうに睨む池田。受付の女性や他の社員たちが池田を見てひそひそと話をする。その様子を見て池田は似たりと気味の悪い笑みを浮かべた。皆さん、この竹内って人は本当はヤクザなんですよ。ヤクザの若頭なのに皆さんを騙して会社員をしているんです。どうだ竹内、バラしてやったわよ。池田さん、かわいそうに。俺は得意げに笑う池田にわざと同情したように悲しげな表情を作る。え？噂通りやっぱり少しおかしくなってるんですね。警備の人を呼びます。大丈夫、池田さんは取引先の上司だから俺に任せてくれ。心配そうな受付の女性に声をかけ、俺は池田の背中にそっと手を添える。あれが噂の支店長か。本当におかしくなってしまったんだな。ああ、わざわざ取引先の会社に来て変な嘘を叫ぶくらいだから。ひそひそひそと話す周りの声を聞いて発狂したように池田が叫ぶ。私の頭はおかしくなってない。なんでよ、なんで信じてくれないのよ。大丈夫ですよ、興奮しているんですね。向こうでちょっと休みましょう。俺を心配そうに見る同僚に大丈夫と少し微笑んで目くばせをする。そしてわめく池田を連れて会社を出るとタクシーに乗せて自宅へと連れて帰った。タクシーに乗せると嘘のように静かになった池田はおとなしく俺の自宅へと上がる。ここに来たのは1ヶ月くらい前だったか。かなりやつれたな。全部あんたが仕組んだことでしょ。あんたのせいで私は苦労しているのよ。ツヤのあった髪はパサパサになり、顔色も悪く肌も荒れているようだった。俺が仕組んだ？何の話だ？とぼけないでよ。私がパパとゴーを頼らずに頑張ろうと思ったのに、あの後会社に行ったらパパとゴーを使って手に入れた取引先にはそっぽを向かれたわ。それだけじゃない、社長からは次に問題を起こしたらクビだと言われた。私が面倒を見てやった社員たちからは嫌がらせを受けるようになったの。これは全部あんたが仕組んだことでしょ。血走った目で叫ぶ池田に俺はハーッとため息をついた。確かに取引先には手を回した。それに社長と社員たちにはお前がクジラ組の権力を使えなくなったことを匿名で伝えたぞ。だがそれだけだ。社長から見捨てられたのはお前が仕事ができないせいだろ。社員たちから嫌がらせを受けたのも自業自得じゃないか。俺の言葉が聞こえているのか、ひたすらに池田はあんたのせいだと繰り返す。ところでヤクザの若頭に手を出して無事で帰れると思うか。え？この前は話し合いだけで返してやったから勘違いをしたんだろ。おい、頼んでいた鉄板を持ってこい。俺が近くに立つ部下に指示を出すと、彼はすぐに大きな熱々の鉄板を持ってきた。お前はどうせ俺を逆恨みしてまた来るだろうと思っていたからな。前もって準備してやったんだぞ。あの、これは？鉄板だ。この前俺はお前のせいで手のひらと頬に火傷をしたよな。お前もその二箇所を自分で鉄板に押し付けることができれば解放してやる。そんな。無理なら生きて帰れると思うなよ。ドスの効いた声で言ってヤクザらしい表情を作ってやれば、池田は肩を震わせた。ごめんなさい、私が悪かったわ、許して。ガタガタと震えながら泣いて謝罪をする池田。謝ってほしいわけじゃねえ、早く決めろ。わかりました。覚悟を決めたように池田が鉄板に近づく。そして震える手をそっと鉄板に伸ばすと、わーと声を出してその場に泣き崩れた。
私には無理よ。こんな鉄板に手や顔をつけるなんてできない。そうか、それなら別の方法で責任を取ってもらうしかないな。哀れっぽく泣く姿を見ても俺の感情は全く揺るがなかった。他の方法って何？痛くない方法なら頑張るわ。そうだな、俺の治療費として5000万円払ってもらおうか。命を奪われることを考えれば安いもんだろう。そんな、パパから援助も受けられないのにそんな大金無理よ。だったら早く鉄板に顔をつけてみろ。わがままばっかり言ってんじゃねえぞ。ごめんなさい、でも5000万円は無理です。貯金もないの。ああ、お前の口座が空っぽなことは知っている。清流組で5000万貸してやるよ。ヤクザの金貸しだからな、金利はかなり高いが仕方ないよな。それはできないわ。そんなことをしたら利子ばかり膨らむじゃない。そうか、それならもうこの世に未練はないんだな。34年か、短い人生だったな。俺が笑って茶化を取り出して池田に向けた。池田はヒッと喉を鳴らして、そしてすぐに叫ぶように言った。払います。だから早くそれはしまってください。お、なんだ、やっぱり命は惜しかったか。ほらよ、借用書だ。俺は笑って茶化をしまうと、代わりに用意していた借用書を差し出した。池田は泣きながら契約書にサインをする。念のために言っておくが、父親と弟に頼るのは無駄だぞ。それから今の会社を辞めて別のところに就職するのは諦めた方がいいぞ。俺が手を回して他の会社には就職できないようにしてやるからな。ニヤッと俺が笑って言うと、池田が俺を睨んだ。なんでよ、今の会社で働き続ける必要なんてないじゃない。それはお前じゃなくて俺が決めるんだ。私、今の会社では嫌がらせを受けているって言ったじゃない。社長からも社員からも嫌われているのよ。働き続けるのは辛いの。へえ、そうか。まるで悲劇のヒロインのような話し方に俺は適当に返事をする。今の会社に私の居場所なんてないの。きっとこれからも一緒よ。私がどれだけ頑張っても今の会社だと評価してもらえない。だから私は別の会社で働きたいの。もちろん転職してもお金は払うわ。だから。そうかそうか、ダメだ。お前はそこで一生働くんだよ。嫌がらせくらい頑張れよ。そうそう、会社をわざとクビになろうだなんて思うなよ。もしクビになっても他の場所には就職させないからな。俺の言葉に池田は顔を青くした。そんな、これから私はずっとあの会社で嫌がらせを受け続けないといけないの？そんなのひどすぎるわ。お前が周りの人にしたことが返ってきただけじゃないか。自業自得だ。少し調べてみたが、お前は何人も仇を追い詰めて破滅させたらしいじゃないか。え？そんなことはあったかしら？池田の父である組長に手を出した会社の情報を提出させた。その際に手を出した仇についても情報をもらっていたのだ。お前のせいで生きていけなくなった奴らが何人もいたぞ。かわいそうに妻と幼い子供を置いてこの世を自ら去った奴もいたな。あれはあいつが無能すぎて。この後に及んで言い訳をする池田に俺は呆れてしまう。お前がそっち側になっただけじゃないか。理不尽にやられる側にな。まあ借金返済のためにせいぜい嫌われ者として頑張れよ。俺はそう言って肩を叩いてニヤッと笑みを浮かべた。そんなの嫌よ。私は偉いの。なのに今度は私が見下されて生きていくなんて、一生嫌がらせを受けながら借金返済をしていくなんて。そう言うとわーわーと大きな声を出してその場で泣き崩れた。騒動から約1年が経ち、俺は池田のいる取引先から花見に誘われて参加をしていた。あれが池田さんですか。随分と変わりましたね。
そこには猫背で体を小さくしながら配膳をする池田の姿があった。そうですね。私たちも驚いているんですよ。池田が俺を鉄板に押し付けた際に氷をくれた女性社員が苦笑いして言った。去年はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。いえ、もう怪我も治りましたから。それより池田さんに何があったんです？ああ、彼女は親と弟がヤクザでかなり好き勝手やっていたんです。でも1年ほど前に突然親から見放されたみたいで、契約を取ってこれないから社長から見放されて孤立したんですよ。私たちもかなり苦労させられてきたので職場でも煙たがられています。すぐに辞めるだろうと思っていたけど、なぜか辞めずに会社に残っているんです。なるほど、大変でしたね。ええ、でも落ち着いてよかったです。そう言って女性は笑うとグラスを持ち上げた。その際に薬指についている指輪がキラリと光る。ご結婚されたんですか？ああ、そうなんです。お恥ずかしい話なんですが、うちの会社、未婚が多かったんです。それも池田が未婚なので、結婚すると無理やり退職させられていたからなんです。池田の嫌がらせで結婚できない女性が多くて、私もそうだったんですけどね。彼女に何が起きたのかはわかりませんが、今は結婚できて幸せですよ。おめでとうございます。池田にきっちりと報復をしてよかった。俺は幸せそうな女性を見て嬉しくなって微笑んだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は朝比奈和樹。28歳の会社員だ。一般企業に勤める俺には上司がいる。しかも女上司だ。名前は木村さやかといい、爽やかな女性かと思いきやとんでもない。これが信じられないほど性格が悪いことで有名な女だ。部下をいじめるのが趣味なんじゃないかと思うくらい、彼女は部下たちから嫌われている。当然のことだ。その中でも一人ターゲットを絞っていじめ抜き、そいつが辞めるとまた別のターゲットをいじめ始める。そして、現在そのターゲットが俺というわけだ。なんでそこまで嫌われないとならないのか、俺には心当たりがない。おい、朝比奈。決まって呼ばれるのは俺だ。はい、何でしょうか。呼ばれたらすぐに来い。体育会系なのかと思うが、そんなことはない。それなのに、呼ばれたら一秒で来いという。見事な無茶ぶりだ。お前は本当に動きがとろいな。何度言ったらできるようになるんだ。私が呼んだら1秒で来るんだ。無理ですよ。途中の仕事もあるんですから。それでも上司に言われたら即座に動くのは当然のことだ。それくらいできなくては会社員とは言えないだろう。私が平社員の頃は上司に呼ばれたら何を置いても駆けつけたものだ。それはよほど暇だったのだろう。もしくは上司の隣に座っていたかだ。そうでない限り、そんなに素早くなんて来れるものではない。おい、この仕事はどうなってるんだ？この仕事？なあ、田中に頼んだこの仕事だ。田中くんに頼んだのなら、俺に言われてもわかりませんよ。田中くんに聞いてください。何を言ってるんだ？田中はお前の後輩だろう。後輩がやっていることを把握できていないんでどうするんだ？またしても無茶ぶりだ。お互いに大人なのだし、後輩の教育担当でもない。そんな俺がいちいち何をしているのかなんて気にするはずはない。それなのに後輩の仕事を把握しておけなんて。しかも昨日は別の後輩だった。
これは確実に嫌がらせだ。おい田中、お前に頼んだ仕事はどうなってるんだ。上司に呼ばれた田中は緊張のあまり、デスクの上のコーヒーをひっくり返したり、定規を落としたりと大パニックだ。挙句は、やっと上司の元に来たものの仕事は終わっていなかった。朝日奈、どうして割ってないんだ。どうしてって、お前がちゃんと後輩の面倒を見ていないからだろう。終わらないなら手伝うくらいの優しさはないのか。はあ、なんだその気の抜けたような返事は。お前のようにやる気がない奴はやめてしまえ。やる気がないわけじゃないんですが、昨日は山田くんの面倒を見ろと言われ、今日は田中くんですよ。その前は川本くんでした。毎回違うとさすがに無理ですよ。私に口答えするつもりか。いや、口答えというわけでは。ずいぶんと偉くなったもんだな。そういうわけではないんですが、自分の仕事さえやっていればいいと思ってるのか。そうじゃないですが。だったら何だって言うんだ。毎日こうしてネチネチと言われ続けるわけだ。これで平気な奴は化け物だと思う。おかげで精神を病み、退職していくのだから。俺も同じだ。最近は睡眠障害を発症している。寝てもこいつが夢の中に現れ、怒られ続けるのだ。あまりの異様に、この女をぶん殴る夢を見たこともある。そして、途中で目が覚めて、現実ではなかったことに安堵する。その繰り返しで、そろそろやばいような気がしている。それとこれだ。これだと言われて出されたのは勤怠カード。なんなんだこれは。どうしてこんなに残業ばかりしてるんだ。それはお前が俺に残業するように仕向けているからだろうが。と言いたい。大概定時ギリギリに仕事を持ってきて、明日の朝一までに提出しろという。それはつまり残業しろということだ。それでいながら出しても使うようなものではなく、単に残業させるためだけの無駄な仕事ばかりだ。それは定時ギリギリに言われるので残業になるんですが、私が言っているのはどうしてタイムカードを押さないのかということだ。残業してるからです。なんでいちいち仕事のできないお前に残業代を払わないとならないんだ。ということはサービス残業しろということじゃないか。それなら定時ギリギリに仕事を振らないでください。何？上司の私にそんなこと言っていいのか。すいません。いいか、残業というのは自分の力量不足なんだ。だから残業になるんだろう。それなのにどうして会社が金を払わないとならないんだ。いちいち残業したからって給料に反映できると思うな。なんてことだ。朝方まで仕事してやっと仕上げた仕事は無駄なものばかりで、挙句は残業代も払わないときた。それと休日出勤だが、どうして勝手に休日出勤なんてしてるんだ。勝手に？これも木村さんが。木村さん？私はお前の友達なのか。いえ、私は部長だ。お前に名前で呼ばれる筋合いはない。そうですね、すいません。これは部長が月曜までにということだったので、休日出勤しないと間に合わないから、それで出たんです。これに関しては部長の許可を取りました。ほう、これのことか。そう言ってデスクに置かれたのは休日出勤許可書。うちの会社は休日出勤するにあたって必ず上司の許可が必要になる。そして俺の目の前に置かれたそれには木村の許可印が押されているのだ。はい、それです。そうか、そういうことか。そう言うとそれを両手でつまみビリビリと破いてしまったのだった。あ、なんだ？お前はこの日、許可を得て出勤したわけではない。そういうことだろう？
つまり休日出勤でさえ給料に反映しないということか。やってられない。こんなことされてまでどうしてこいつの言うことを聞かないとならないのか。いくら上司だからって何でもかんでも言うこと聞くと思うなよ。さすがの俺も我慢の限界だと思った。そうですか、わかりました。もういいです。俺はそう言うと部長の元を離れようとした。まだ話は終わってない。その時時計が5時を告げた。定時ですから。定時だからなんだって言うんだ。お前にはまだ仕事が残ってるだろう。にやりと笑い、出したのはまたしても意味のない仕事だ。これを明日の朝までに整理しろ。これは先週やったやつですよ。先週やったのは業者ごとの売り上げを整理したんだろ。今回は仕入れごとの整理だ。明日の朝までに終わらせろ。何のための仕事ですか。私が明日使うんだよ。そうですか、お断りします。なんだと。サービス残業しろということでしょう。こんなことやってられませんよ。ここ2週間まともに家に帰ってないんですから。私の言うことが聞けないっていうのか。無駄な仕事ばかりやらされて残業代もつかないならやる必要はないと思います。これはパワハラですよ。何がパワハラだ。甘ったれたことを言うな。その途端、立ち上がった木村はノートパソコンをつかみ俺を殴りつけた。口の中に血の味が広がり、俺がそれを吐き出すと白いものが飛び出した。よく見ると前歯だった。前歯。部長様の仕事を断った罰だよ。だからってこんなことしていいはずないですよね。何よ、私の彼氏はヤクザなんだよ。被害届出したら海に沈めるからね。海に沈めるだと。そうだよ。沈められたくなかったら私の仕事は常にイエス。断るだなんて許されないんだよ。上等だ。こら、彼氏と組長呼べ。え、ここは会社なんだぞ。だからなんだってんだよ。とっくに退社時間過ぎてるんだ。こんなことして俺にそれだけのこと言ったんだ。警察よりも地獄を見せてやるからよ。呼べや、てめえの彼氏と組長。社内だから、上司だからと自分を抑えては来たものの、こんなことをされたらもう許すことなんてできない。しかもヤクザまで登場させたのでは我慢する必要もない。俺は瞬時に周りに目を配り、事務所に誰も残っていないのを確認すると、上司に向かって怒鳴ったのだった。私にそんなこと言ったら後悔することになるわよ。いくら根性の悪い上司とはいえ、やはり女だ。俺が本気で怒鳴ったことで怯えているのが分かった。つまりこいつは自分の方が上だと思っていいように部下をもてあそんでいたということだ。後悔するのはどっちだろうな。部下たちを散々もてあそびやがって、そんなことが許されると思ってるのかよ。業務時間内だからあんたの無理な命令も聞くが、今時間外だ。つまりあんたと俺は上司と部下じゃないってことだ。よくもそんなことが言えるね。いいだろう、彼氏を呼んでやる。どうなるか覚悟するんだね。木村はそう言うとスマホを取り電話をかけ始めた。するとどこにいたのか案外早くに彼氏がやってきたのだった。ようさやか、どうしたんだ。誰もいねえ事務所の中でいっちゃつこうってのかよ。そんなんじゃないわよ。こいつよ、こいつを叩きのめしてよ。え、こいつってお前の部下じゃねえの。そうよ、部長の私に逆らって偉そうなことを言ってるんだよ。だから後悔させてほしいのよ。はぁ、なんだよてめえ、俺の女に偉そうなこと言ってんのかよ。偉そうなことだって何も知らないくせにしゃしゃり出てくるなよ。あんなと。組長はどうした。は、組長だと。俺は彼氏と組長を呼べと言ったんだ。
下っ端だけじゃ話にならねえや。てめえみてえな一般人相手に組長が来るかよ。ほう、俺が怖くて来れねえか。何をほざいてやがる。北里組の組長がそんなヘタレのはずがねえだろうが。なるほどね、北里組かよ。しょっぽい組織じゃねえか。なんだこのガキ。なあ、つし、早くボコボコにしてよ。はあ、もちろんだぜ。ふん、あんた、あつしっていうのか。北里組のあつしなんて聞いたことがねえや。一般人のてめえが知るはずねえだろうが。そうだな。確かに一般人の俺は知らねえや。だがな、強いヤクザの名前くらいは知ってるんだよ。なんだよこいつ。早くやっつけてって言ってんでしょ。あんたいつも俺は強いって言ってんだから、こんなやつどうってことないんでしょ。そう焦るなよ。こんなガキボコるのは簡単なことなんだからよ。ゆっくり楽しませてもらおうってことさ。そうかね。本当に強いやつがなんで顔が引きつってるんだろうな。トドのつまり本当は弱いんじゃねえのか。あんなと、この俺に勝てたやつなんかいねえんだよ。そうかい。だったらさっさとケリをつけようじゃねえか。この会社はな、残業してても残業代が出ねえんだからよ。こんなくだらねえことでサービス残業なんてしたくねえんだ。うん、さっさと蹴りつけててめえに後悔させてやるさ。そう言ったアツシは俺に殴りかかってきた。その瞬間俺は椅子を蹴りアツシにぶつけた。何しやがる。喧嘩ってのはルールなんてのはねえだろうが。何しやがるもクソもねえんだよ。俺が飛びかかり、アツシをボコ殴りにすると、手も足も出ないらしく、俺に殴られるままだ。やめてくれ。やっぱりな、お前は口先だけで、からきし弱い野郎だよな。見ただけでわかったぜ。どういうことだよ、一般人の癖しやがって。残念だな。俺は確かに一般人だが、これでも暴走グループのリーダーだった男だ。つまり喧嘩上等の世界にいたってことさ。お前のようなチンピラ崩れに負ける俺じゃねえんだ。なんだよ。ちょっと、何やられてばかりなのよ。こいつはもう使い物にならねえようだぜ。こんなに弱いなんて、いつも偉そうなこと言ってたくせに、最低じゃないよ。木村はそうとなると、バッグをわしづかみにし、事務所から飛び出していった。それを追うように、アツシも飛び出し、二人の姿は、あっという間に見えなくなった。なんだよ、口ほどにもない。俺は椅子を元に戻すと、事務所を後にした。あんなに弱いとは思わなかった。会社を出た木村は、追いかけてきたアツシに毒づいていた。いつも俺は強い、俺より強い奴はいない。どんな奴でも叩きのめしてやるって言ってるのに、結局全くダメだったじゃないの。それは一本人だからと思って舐めてただけなんだよ。素人相手に本気になったんじゃ男らしくないだろ。何が男らしくないよ。あんなにボコボコにされるとか信じらんない。最低じゃないよ。いつもは負けたりなんかしないんだよ。いいえ、それはないわね。あんたが口先だけだってことがよくわかったわよ。別れましょう。嘘だろ。なあ、こんなことくらいで別れるなんて言うなよ。私は強い男が好きなのよ。言ったでしょ。喧嘩もまともにできないような男なんて全く興味がないの。だから終わりよ。ヤクザなら絶対に強いと思ったのに、全くだなんて、冗談でもごめんだわ。ねえ、だからさ、俺は本当は強いんだって。いつもなら絶対に負けたりしないんだけど、今日は体調が悪かっただけなんだよ。それはどうかしらね。本当にそうなんだって。信じてくれよ。そう。だったら本当に強いってところを見せてほしいわね。わかったよ。だったら組長に相談するから。組長？組長は本当に強いの？もちろんじゃないか。組長が弱かったら話にならないよ。へへ、そうなんだ。いいじゃない。
そんなに強いなんて興味が湧いたわ。木村は強いと聞き、北里組長に会うことにし、厚と共に北里組へと出向いた。すると自分の部下を袋にしたと聞き、このままでは北里組の名折れだと言った組長は、俺を連れてくることを木村に命じたのだった。その翌日、出社すると木村が俺に近づいてきた。朝日ね。おはようございます。今夜お前が言っていた通り、組長に会わせてやるよ。だから20時に北里組事務所に来い。おじけづいてこなかったら、クビになると思え。なんだよ、昨日のこと引きずってるのかよ。まったく根深い女だな。わかりました。では本日20時にお伺いしますと、組長さんにお伝えください。ああ、待ってるからな。木村はニヤニヤと笑みを浮かべながらそう言うと、俺のそばを離れていった。やたらとご機嫌がいいじゃないか。昨日のことで当たられると思ってたけど、ということは何かあるのかもしれない。俺はスマホを手にすると席を立ち、あるところに電話をかけたのだった。約束の時間になると、俺は北里組事務所へと向かった。ついてみると小さな事務所で、入り口には黒いスーツの男たちがたむろしていた。その中に俺がよく知っている顔があった。親父。俺は軽く手を挙げると親父の元へと急いだ。よく知っている顔、それこそが俺の父親なのだ。しかも朝比奈組の組長だ。俺は昼間、木村の様子を見てやばいことになるかもしれないと思い、親父に北里組の前で落ち合う約束をしていたのだ。朝比奈組といえば、北里組など足元にも及ばぬ大組織だ。その組長が出向くなど普段ならないことだが、だからこそ俺は親父と共に北里へと乗り込むことを考えたのだった。俺が近づくと黒いスーツたちが頭を下げた。全員幹部で親父の部下たちだ。よう、和樹、仕事は終わったのか？なあ、今日は残業もなしだ。何せここに上司がいるんだからね。なんだよ、お前の上司はヤクザなのか？いや、上司がヤクザというよりは上司の彼氏がヤクザだよ。でもその彼氏は昨日俺がボコボコにしたから、多分恨みを晴らすつもりなんだろう。彼氏ってのは北里組のやつなのか？うん、そのようだよ。確かアツシとか言ったな。聞かねえな。弱いやつだよ、下っ端だと思うね。なるほどな。よし、乗り込むとするか。はい、お願いします。親父の後に俺が入り、その後ろを守るように幹部がついてきた。組事務所に入ると、何人もの組員の他に木村部長と厚、二人の前には北里組長が座っていた。邪魔するぜ。親父がそう言うと、北里組長が顔を上げた。これは朝比奈組長じゃないですか。突然どうしました？北里が総合を崩して挨拶をすると、木村が怒鳴った。組長、あのガキですよ。なんだって？まさか部下って朝比奈組長のご子息かよ。なんだか知らないけど、あいつが私の部下なんです。嘘だろ。おい、北里さんよ、来いと言うから来たんだが、何の用があって俺を呼んだんだ？それは組長、やんつけてくださいよ。こんな一般人どうってことないでしょ。どういうことだ、北里さんよ。そのどうも、うちの組員がご子息にとんでもないことをしたようでして、今日は謝罪を込めまして、一席設けさせていただこうかと。一席設けるってのに、なんで事務所に呼ばれたんだろうな。
そう、それは、ひとまず来ていただいて、まずはご子息への無礼を詫びさせてもらいてえと。おいおい、詫びを入れるならなんで俺が呼ばれたんだ？逆じゃねえのかよ。本来なら、あんたの方がうちの組に来るべきだろ？はい、その通りです。その通りなんですが。組長、バシッと言ってやってくださいよ。どっちなんだよ。はっきりしろや。申し訳ありませんでした。うちの組員が、とんでもないことをしました。どうか、ご勘弁ください。謝罪については、また後日、正式な形でさせていただきます。そうかい。そういうことならまあいいだろうよ。組長、どうなってるのよ。黙れ。組長がこうおっしゃってるんだ。さやかは黙ってろ。じゃ、俺は帰るぞ。はい、ご足労おかけいたしました。組長が頭を下げると、組員たちも一斉に同じように頭を下げ、俺たちを見送ってくれた。だが、面白くないのは木村だ。ちょっと、アツシ、これはどういうことなのよ。組長ならあんなやつやっつけてくれるってことだったじゃないの。そうなんだけど、ちょっと待ってよ。憤る木村をなだめるように言うと、アツシは北里組長に向き直った。組長、これはどういうことでしょうか。どういうもこういうも、相手が悪いだろうよ。お前はあの人が、朝比奈組の息子だってことを知らなかったのかよ。はい、まったく。しょうがねえな。まあ、お前がボコボコにされた方でよかったよ。そうじゃなかったら、今頃この組は潰されてたぜ。え、なんでですか？朝比奈組は、うちが足元にも及ばねえくらいにでかい組織だ。あんなところに立てつけば、組なんてのは簡単に消滅するんだよ。だからな、絶対に喧嘩を売っちゃいけねえんだ。そんなに強いんですか？お前は下っ端だからわからねえだろうが、このくらいのことは覚えておけ。むやみに喧嘩すると大変なことになる。わかりました。それと、明日には謝罪に行くから、そう思ってろ。俺も一緒ですか？当たり前だろうが。はい。それを聞いた木村は、ぷいっと事務所を出て行った。慌てた厚氏は後を追いかけたのだが、待てよ、さやか。結局何の役にも立たなかったじゃないか。しょうがねえよ。組長が安易なさるんだから、ここは諦めるしかねえや。ふざけないでよ。組長なら強いからボコボコにしてくれるって言ったじゃない。やっぱりあんたとは別れることにする。待ってくれよ。なんでそうなるんだよ。弱いからよ。何の役にも立たないような男と付き合うつもりはないのよ。わかったよ。俺がもう一度奴をやっつけてやるから。できるの？ああ。前回は俺一人だったし、舐めてたからダメだっただけだ。今度は俺の仲間を連れていく。数を集めりゃ、あんな奴なんてことはねえや。ほんとでしょうね。これでダメだったら、今度こそ別れるからね。任せておけよ。その日を境に、木村のいじめは影を潜めた。おかげで残業を言い渡されることもなくなり、俺としては平和な日々を過ごせていた。俺への風当たりが和らいで、同僚にその強風が吹くのかと思ったが、それもない。木村のやつも、さすがに朝比奈組を敵に回すことはないか。そう思って北総園でいたのだが、どうやらそんなことはなかったらしい。それから数日後のことだ。
今日も残業がない俺は早く帰ってのんびりしようと考えていた。こんな日がこれから先も続いてくれるなら、どんなに嬉しいだろう。そんなことを考えていたその時だ。俺の前に、アツシと見たことのないヤクザ数人。それと、木村さやかが立ちふさがったのだった。いやあ、朝日奈和樹。この間はよくもやってくれたじゃねえか。なんだよ、またお前かよ。俺は気分よく帰りたいんだよ。そこどきなよ。うるせえ。今日という今日は、てめえをあの世に送らねえとならねえんだよ。俺をあの世にだと？懲りねえやつだな。北里の組長さんと一緒に、俺に頭を下げに来たってのに、それでもやろうってのかよ。あれは、組長の顔を立てて下げただけのことだ。今日こそ、本当にてめえを殴り飛ばしてやる。そこまで強気発言しながら、なんでそんなに人数集めてやがるんだ？人数がいねえと、結局俺に勝つことができないってことだろ。そういうことじゃねえな。万が一ってことだ。万が一？そんなこと考えるってことは、やっぱり自分が弱いってことじゃないか。まあ、何にしても無謀だよ。やめておけ。何が無謀だ？何がって、俺に勝てるわけがねえからだよ。それにな、今度こそあんたを許すことはできなくなるぜ。そうなったら、どうなるか分かってるんだろうな。分かってる。そうか、分かってるか。そんなに簡単に命を放り出すのかよ。バカな野郎だな。それも、木村のような女のためにかよ。失礼ね。ちょっと、アツシ、いいかしなさいよ。てめえ、バカにするなよ。さやかほどの女はそうそう見つかるもんじゃねえんだ。俺はさやかのためならどんなことでもできる男なんだ。そうかい。そう言いながらあんたの仲間たちを道連れにしようってんだろ。どこまで姑息な男なんだろうな。うるせえよ。俺一人でもてめえを倒すことはできるかな。万が一なんだよ、万が一。本当に情けねえや。ちょっと笑われてるじゃないか。いい加減にやっつけてよ。今日こそあの世に送れなかったら、あんたとは別れるからね。分かってんだよ。おい、全員でかかるからな。アツシがそう言うと、男たちは、おう、と返事をした。ん？お前らも北里の連中か？いいや、こいつら俺のダチだ。行くぞ。そう言った途端にかかってきたものの、俺は一人でそいつらを叩きのめすこととなった。5分とかからず全員をノックアウトすると、俺の強さに驚いたアツシの仲間は、こんなに強いんじゃ歯が立たない、と叫び逃げていった。はあ、逃げていきやがった。なあ、アツシ。俺はアツシを踏みつけそう言ったが、アツシはグエッとおかしな声を発しただけだった。さて、木村さんよ。俺にここまでしたんだ。覚悟はできてるんだろうな。え？違う。これはアツシが勝手にやったことよ。私は部下にこんなことはしたらダメだって言ったんだから。でもアツシがやられたままじゃ嫌だって言ったのよ。ほう、そうかい。つまりあんたの彼氏が勝手にやったことってことか。ひどいよ、さやか。お前が俺にやれって言ったんじゃないか。俺はお前のために頑張ったのに。私はそんなこと言ってない。私じゃないわよ。朝日奈、信じて。私じゃないのよ。まったく。往生際の悪いやつだな。あれは本当にさやかに言われただけなんだ。あんたを倒さねえと別れるって脅されて、それでしょうがなくやっただけなんだ。あれは悪くねえ。最低だね。私を裏切る気なの。うるせえ。おい、てめえが木村にやらされてることは分かってんだよ。だからよ、てめえを許してやっても構わねえよ。え、本当か？おう。その代わり、木村さやかを海に沈めろ。
え？アツシはチラリと木村を見たが、これで嫌だと言えば自分の命が危ないことは聞かずともわかるところなのだろう。わかった。沈めてやるさ。こんな女なら他にもいくらでもいるんだ。さっきと言いようが違うじゃねえか。やだ、なんで私だけなのよ。お前が黒幕だからだよ。お願いよ、もうこんなことはしないから。会社でもあんたをいじめるようなことはしないから。だから助けて。この通りだからお願いします。助けてください。ほう、俺だけじゃなく部下たち同僚たちに今後一切いじめをしねえか。しない、しません。おとなしくしますから。よし、そういうことなら沈めることはやめにしよう。だがな、無条件ってわけにはいかねえ。俺の前歯を折ったんだ。しかもこの朝比奈組の息子に喧嘩を売ったんだからよ。それなりの金を払ってもらおうじゃねえか。お金でいいならいくらでも払うわよ。いくら欲しいの？100万200万。ふざけるなよ。朝比奈組をなめるな。5000万だ。1人5000万、2人で1億だ。そんなにあるわけない。だったら借り手でも払うんだな。そんな大金おいそれと借りることなんてできないわよ。大丈夫だよ、側近で貸してくれるところがあるんだからよ。な、アーツシさんよ。ある。確かに。でも、そこで借りたら最後だ。沈められることと考えたらいいんじゃねえのか？わかった。わけのわからない木村だったが、アーツシにそこしかないと言われ借りることにした。すぐさまアツシが金貸しを呼び、その場で1億が俺の口座に振り込まれると、二人は地獄のしのぎへと連れて行かれてしまった。まったくバカな奴らだな。俺はそうつぶやき家へと歩き出した。その翌日から木村の姿を車内で見ることはなくなった。誰もが急に来なくなった木村にどうしたのかと囁いていたが、社内の誰かに消されたのではないかとか、男に騙されたんじゃないかなどと噂は尾ひれ葉ひれがつき、まことしやかに囁かれていった。だがそんな噂とは真逆で、社内は大変穏やかだ。木村の代わりに赴任した上司はこれまた女性だったが、大変優しい人で、無駄な仕事など言い渡されることもなく、社員は怯える必要がなくなった。おかげでミスもなくなり、それが業績アップへとつながったのだから、皮肉なものだと笑えた。さて、木村と厚志は今頃どうしているのか。ある筋から聞いたところによると、研究用の人間モルモットに送り込まれたというが、どんな研究なのかはわからない。それでも薬剤界に新薬が出回り出したところを見ると、黒い世界に貢献しているのだろうと思われた。どちらにしても裏の世界も表の世界も彼らの存在のありようによって平和だということだ。おかげで俺も幸せな毎日を過ごしている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は達川明。30歳の俺は裏社会ではドンと呼ばれている。俺の理想は一般社会で日の当たる道を歩くことだった。だが、親がヤクザ組織の組長だったため、それを継がないわけにはいかず、組長を襲名したわけだ。本来ならヤクザとして日々精進すべきところだが、会社を経営しているため、ヤクザ一本というわけにはいかない。
妻はそんな俺の良き協力者で、俺のことを理解してくれている。妻がいてくれるからこそ、俺は安心して仕事ができるし、穏やかに生活できるわけだ。表向きには会社経営者の俺たち夫婦は、それにふさわしい生活を送っていた。ところがそんなある日、俺のスマホに見知らぬ番号から電話がかかってきた。出てみると、聞いたことのない男の声だった。あんたの奥さんは預かったぜ。え？俺の妻？ああ、あんたの奥さんだよ。どういうことだ？返して欲しければ、1億用意しろ。1億？待ってくれよ。何かの間違いじゃないか？妻ならさっき買い物に行ったところだ。あんたが捕まえた女は、俺の妻ではないだろう。残念だったな。間違いなくあんたの奥さんだぜ。そう言った時、俺の電話から妻の声が聞こえてきた。あなた、私は大丈夫よ。大丈夫だと言った妻だったが、次の瞬間、妻の悲鳴が聞こえてきた。やめろ！俺の妻に何をした？これでわかっただろ？あんたの奥さんを消されてえなら、このまま放っておいてもいいだろうさ。やめろ！妻には手を出すな！やっとわかったようだな。どうして俺の妻なんだ？一体何が目的なんだ？だから、身の代金だよ。あんたは随分とでかい会社の社長なんだろ？社長、そういうことか。俺がヤクザだと知って妻をさらったわけではないのか。確かにその通りだ。俺は会社を経営している。つまり、金は腐るほどあるってことだよな。だったら、奥さんのためにいくらでも出すはずだ。ああ、その通りだ。妻のためなら、いくらでも惜しくはない。だから、妻に手出しはするな。いい心がけだぜ。あんたの奥さんを守りたかったら、俺の言うことを聞くことだ。わかった。何でも言うことを聞く。まず、この電話の件を警察には言うな。言わない。絶対に言わない。それと、逆探知もするな。大丈夫だ。そんなことは俺にはできない。今話している時もだぞ。できないから心配はいらない。かかってきたばかりで何を操作することができるんだよ。逆探知するとしたら、次にあんたからかかってきた時じゃなけりゃ無理な話だろ？まあ、そうだよな。金は1億だ。番号はバラバラにしろ。投資番号はダメだ。わかった。3時間以内に1億用意しろ。3時間後にまた連絡する。ちょっと待ってくれ。あんたらは一体誰なんだ？そんなこと聞いてどうすんだよ。何もわからないままじゃ不安でしょうがない。誰なのかくらい教えてくれてもいいだろ？それもそうだな。教えたところであんたにはわからねえだろうが。ああ、頼む、教えてくれ。俺は佐々木組の畑中だ。佐々木組？ヤクザか？おやおや、ヤクザ組織について詳しいのかい？会社を経営していれば、ある程度のことは知らないとならないんだよ。佐々木組が、どうして俺の妻を狙ったんだ？単に、俺が会社を経営しているからってことなのか？本当にそれだけか？なんだよ。それ以外に何があるんだよ。あんたがどれだけ偉いのか知らねえが、俺らは金さえ手に入ればいいのさ。だから、1億とあんたの奥さんを交換しようって言ってんだからよ。そういうことか。それで、
妻はどういう状況なんだ？そうだな。閉じ込めて縛ってる。閉じ込めて縛る、どこにだ？そんなこと教えるかよ。教えてくれないと不安なんだ。よく考えてくれよ。あんたに奥さんがいるのかどうか知らないが、あんたの大事な人が閉じ込められてて、今どんな状況でどこにいるのかもわからなかったらどうだ？不安じゃないか？住所を教えてくれと言ってるわけじゃないんだ。どういう状態なのか知りたいだけなんだ。まあ確かにそうだな。教えたところでわかるもんでもねえか。そうだよ、わからないさ。だから教えてくれ。だがな、こうしてる間にも時間は過ぎてるんだぜ。早くしねえと銀行だって閉まっちまうだろ。大丈夫だ。俺の部下を銀行に行かせた。だが問題は銀行に金があるかだ。ねえわけねえだろうが、銀行なんだからよ。それはどうかな。銀行でも俺が預けているのは地方銀行なんだ。だから今日中に1億なんてそうそうあるもんじゃないだろう。知るかよ。銀行になかったらなんとかしろよ。だから猶予をくれよ。なんなら俺もそっちに行って妻と一緒にいさせてくれ。そんなの許されるはずがあるかよ。いや結構あるだろう。妻は所詮会社にとって大きな存在じゃない。俺にとって大事な妻でも会社としては意味のない存在だ。だから妻だけなら1億が限界だが、俺なら会社の方から2億でも3億でも出すだろう。わかるか？それだけ俺の価値は大きいんだ。俺の説明に畑中はじっと聞いていた。言われてみればそうだと思ったのだろう。しばらく無言だったが、他の奴がいるらしく相談していた。なあ、1億より2億じゃないか？ 2 億より3億だろ？それだけの金があれば一生遊んで暮らせるんだぞ。この件が組織的なものなら、組織も潤うばかりか、あんただって個人的に金を取ることもできるんだ。え？だってそうじゃないか。組としては1億なんだろ？ 1 億を要求してきてるんだから。まあそうだな。ということは組に1億渡して残りの2億をあんたが懐に入れればいいのさ。そうすればあんたはこの先遊んで暮らせる。どうだ、悪い話じゃないだろ。俺も人質になるって言ってるんだから。すると電話の向こうから人質、組長、自宅というワードが聞こえてきた。断片的なのでどんな話なのかまではわからない。だがこいつらが何かを考えていることはわかる。俺はさらに畳みかけ、相手をこっちに引き込もうとした。これが成功すれば俺も人質になるという名目で犯人に接触できるわけだ。そしてそんな俺を尾行するものをつければどこに妻がいるかもわかる。そうなればあとは妻を救出することに尽力すればいい。俺はこう考えていた。だから何が何でも俺も人質になりたかったのだ。だがこちらの計画が分かったのか、散々悩んでいた相手だったが見事に断られてしまった。いや、あんたは金を用意しろ。身の代金は1億でいい。どうしてだ。俺は妻と一緒にいたいだけなんだ。頼む、妻のそばにいさせてくれ。残念だが、あんたまで人質にしたんじゃ金を払う決断をする奴がいなくなるだろう。そこまで奥さんが大事ならとにかく1億を早く用意することだ。時間は3時間なんだ。それを過ぎたらあんたの奥さんはどうなるかわからねえよ。どうなるかってどうするつもりだ。
あんたの奥さんは美人だよな。まさか。ここにいるのは野郎ばっかりなんだよ。いい慰み者になるだろうな。やめろ。やめてくれ。やめてほしけりゃ、3時間以内に金を用意することだ。じゃあな、3時間後にまた電話するからよ。畑中はそう言うと、笑いながら電話を切った。待ってくれ。どんなに呼びかけても、聞こえてくるのは、ビジートーンだけとなり、俺はがっくりと腕を下ろした。組長。そばで聞いていた若頭の保坂が、心配そうに俺に声をかけた。組の金庫から1億持ってこい。はい、すぐに用意します。保坂はそう答えると、走って部屋を出て行った。1億くらいの金はいつでも出すことができる。だが、その金は組員たちが汗水流して上納してくれた金だ。本来なら、こんな私的なことに使いたくはない。妻の命には代えられねえ。だがよ、指くわえて1億持っていかれるなんて、俺は絶対にしない。この俺の嫁に手立ちしたことを後悔させてやる。それから1時間とせず、1億が家の中に運び込まれた。だが、犯人は俺の動向を張ってはいないのか、金が運び込まれても連絡は来ず、長い2時間を電話の前で待つこととなった。そうして、きっかり2時間が過ぎた時、スマホが鳴った。俺が飛びつくように電話に出ると、犯人の声が聞こえてきた。どうやら警察には連絡していないようだな。この家を見張ってるのか？当然だろ。あんたがどんな動きをしているのか、見張ってないと心配じゃねえか。万が一警察なんかに連絡されたら、あんたの奥さんをいただくつもりだったんだからよ。それなら、金の準備ができた時にすぐ連絡をくれればよかったじゃないか。そこはあんたの精神を追い込むための策ってやつだよ。どうだい？この3時間、生きた心地がしなかったんじゃねえのか？ああ、確かにその通りだよ。さあ、金の用意はできたんだ。妻はどこにいるんだ？そんなに焦るなよ。これが焦らずにいられるかよ。どこにいるんだ？しょうがねえな。佐々木の組長宅だよ。組長宅だと？そうか。組長宅はどこだ？金を運ぶからよ。おいおい、ヤクザの組長宅だぜ。来るつもりかよ。ああ、金と引き換えだ。こちらから妻を引き取りに行く。住所を教えろ。そんなことをしたら、あんたの命も危なくなるんじゃねえのか？それを考えて言ってるのかよ。妻を助けるためだ。大したことはねえや。ほう、愛だねえ。そこまで覚悟ができてるなら教えてやるよ。すると畑中は住所を教えてくれた。もちろん、佐々木の組長の住所なら知っている。俺はすぐにそれが本当なのかを調べさせた。すると幹部は大きくうなずいてみせたのだった。間違いないな。わかった。1時間以内に持っていく。その代わり、妻には指一本触れるな。もし妻に何かしたら、その時はあんたらの組が消滅すると思え。強気だね。たかだか会社の社長さんがヤクザを敵に回して生きていけると思ってるのかよ。そんなことはどうでもいい。俺は妻さえ元気ならそれでいいんだ。だが、妻に何かあったら。大丈夫だよ。あんたがちゃんと1億持ってくりゃ奥さんは返してやるからよ。じゃ、待ってるからな。畑中はそう言うと電話を切った。
保坂、行くぞ。はい、用意はできております。俺は幹部を引き連れ車に乗り込むと、佐々木組長の自宅目指して走り出した。俺は組長宅に到着すると、部下に1億のケースを持たせ、車から降りた。そこには多数の佐々木の組員たちがいて、今にも襲いかかってきそうな勢いだ。やあ、やっと来たかよ。お前が電話の畑中か？ああ、その通りだ。1億は持ってきたんだろうな。ここにあるさ。妻を出せ。そいつは組長と会ってからにしてもらおうか。そう言った畑中は、屋敷の中へと入り、待っていると組長が出てきた。弱小組織とはいえ、さすがに組長ともなれば、風格がある。組員たちは腰を低くし、頭を下げているが、俺も、俺の部下たちも、格下の佐々木に頭を下げることはなかった。おい、組長のお出ましだ。頭を下げやがれ。うるせえや。てめえらの組長だろうが、俺には関係ねえんだ。俺は佐々木を前にしてそう怒鳴った。その声に驚いた畑中だったが、さらに言い募ろうとした。だが、俺を見た佐々木は、畑中を止めたのだった。やめろ、畑中。よう、佐々木さん。よくも俺の嫁を連れて行きやがったな。こんなことして、無事に済むとは思っちゃいねえよな。とは言っても、一億は約束だ。こうして準備はしてきたぜ。まさか、あの女が、あんたの嫁なのかよ。ああ、そうだよ。そんなことも知らずに連れて行きやがって。すまない。社長夫人だってことしか。連れて行くなら、どこの誰なのか、調べたらどうなんだよ。部下たちに任せてたこともあるが、俺自身、あんたの嫁を見ても、わからなかったんだ。それで、俺の嫁は元気なんだろうな。もちろんだ。指一本触れちゃいねえ。俺たちは金が欲しいだけで、女が欲しいわけじゃなかったんだ。なるほどな。その言葉信じてやりてえがよ。嫁の元気な姿を見ねえことには信じることはできねえや。わかった。おい、女、いや、奥さんを連れてこい。組長、金は？いいからさっさと連れてこい。組長に言われた畑中は走り、屋敷の中に消えていった。本当に申し訳なかった。この通りだ。佐々木さんよ、いくら金が欲しいからって、人の嫁を勝手に連れていくってのは、やりすぎなんじゃねえのか？それはそうなんですが。ことと次第によっちゃ、許すことはできねえぞ。わかっておりますが、今回は本当に知らなかったわけでして、どうか穏便にお願いできませんでしょうか。その時、屋敷の中から畑中が俺の妻を連れてやってきた。妻は憔悴しきっているのか、足元がふらついていた。南、お前、なんでそんなにフラフラなんだよ。あなた。てめえら、俺の嫁に何かしやがったな。いや、そうじゃないんです。確かに一度だけ電話の時に殴りましたが、その一回だけでして。ですが、飯を出しても食わねえもんでして、きっと腹が減ってるんじゃないでしょうか。腹が減ってるだと？南、なんで飯を食わねえんだよ。あなた、こんな状況で食欲なんて湧かないわよ。相手はヤクザなのよ。怖いじゃないの。まあ、確かにそうだが。わかっていただけましたでしょうか。俺たちは奥さんにひどいことはしてませんので、どうか穏便にお願いします。そういうことならいいだろう。
今回だけは許してやるよ。嫁を返せ。どうぞどうぞ、お帰りください。組長は金をもらわねえと1億と引き換えですよ。うるせえ、こんな人の嫁を連れてきやがって。金がもらえるかよ。なんだよ、1億が欲しくて連れて行ったんだろ、いらねえのかよ。とんでもない、いただけませんよ。どうぞ連れて帰ってください。奥さん、怖い思いをさせてすいませんでした。二度とこんなことはありませんので、お帰りください。南、来い。すると南はふらつく足で俺の胸に飛び込んできた。こうして嫁を奪還することができた俺は、1億を払うことなく佐々木組を後にした。だが俺たちが走り去ると、畑中は組長に不満を漏らしていた。どうしてですか？せっかく連れてきたのに、金だって目の前にあったんですよ。それなのにどうして1億と引き換えにしなかったんですか？組の資金が底をついてるから計画したことなのに。バカが、奴が誰なのかお前にはわからねえのか？誰って、大企業の社長ですよ。それだけじゃねえや、奴は滝川組の組長だ。あ？組長？それはないですよ。なんで滝川組の組長が大企業の社長なんすか？てめえは知らねえだけだ。あの人は裏社会のドンと呼ばれている人だ。逆らえばうちのような小さな組織は簡単に消されるんだよ。でも目の前に1億があったんすよ。だから何だってんだよ。その1億を手にすれば組が消えるまで1時間とかからねえ。組を消されるだけならまだいいだろうが、俺たちの命だって消えちまうんだ。それなら1億を諦めて他の手立てを考えた方がいいってことだ。はあ。次にこういうことをするときは相手をちゃんと調べてからにしろ。はい、わかりました。そう言うと組長は屋敷の中に消えていったが、畑中の心中では怒りが収まることはなかった。なんだってんだよ、目の前に1億があったのによ。どうして諦めねえとならねえんだよ。畑中の怒りの声を聞いた仲間は、組長が言うことだから諦めろと言う。だが畑中は諦めきれなかった。嫁がダメならあの旦那はどうだよ。あの旦那は電話で言ってたじゃねえか。自分なら企業として価値がある、2億でも3億でも出すってよ。ってことは5億でも出すってことだろうが。嫁がダメなら旦那本人を連れてくりゃいいんじゃねえのか。もちろんこれを聞いた仲間は、組長の言葉を忘れるなと畑中を制した。そんなことをすれば組が消えることは分かりきっているのだから。なんだよ、どうしてうちの連中はこうもヘタレ揃いなんだよ。あの野郎を連れてくりゃ企業は大金を出すに決まってるっていうのに、そんな簡単なことができねえのかよ。だったら俺がやってやるさ。そうだよ、組の連中がヘタレなら野良の連中に金を払って人を集めよう。それであの野郎を捕まえて5億をせしめてやる。そうすりゃ3億を組にやっても俺が2億。いや、俺が危ねえ橋を渡るんだ。俺が4億で組に1億だ。そうすりゃ俺は幹部になれるかもしれねえ。4億手に入って挙句に幹部だ。こいつはやらねえ手はねえや。そう決めた畑中は早速野良ヤクザを集めにかかったのだった。数日後、妻も元気になり、俺は日常を取り戻していた。いつものように出勤し、帰りは自分で運転して組事務所へと移動する。俺は何事もない平穏な日々に、二度とあんなことが起こらないと確信していた。だがそんな確信が身勝手な妄想だったことを
思い知らされることとなった。というのも、事務所へ行く道、俺はコンビニで飲み物を買おうと車を降りたのだ。その瞬間、俺の周りを男たちが取り囲み、スタンガンを体に当てられてしまった。こんなことがあるとは思っていなかった俺は、急な衝撃に気を失ってしまったのだった。薄れる意識の中、相手を見たが、見たこともない顔ばかりだ。こいつらは何なんだ？そう思ったが、それが声になることはなかった。そして次に気がついた時、そこは汚れた倉庫のような場所で、俺は後ろ手に縛られ、冷たいコンクリの上に転がされていた。ここはどこだ？さっきの男たちは？薄暗がりに目が慣れていくと、俺を襲った男たちの姿が浮き上がってきた。奴らか。その中の一人がスマホを握り誰かと話している。奴は誰だ？てめえの組長さんは俺らが預かったぜ。無事に返してほしけりゃ北の倉庫に5億持ってこい。いいか、猶予は1時間だ。大企業の社長で滝川の組長だ。5億くらいはなんてことねえだろ。その声に聞き覚えがある。畑中？あれは佐々木組の畑中じゃないのか？それと、5億持ってくるのはてめえ一人だ。他の誰も連れてくんじゃねえぞ。誰か連れてきやがったら、その時はてめえらのボスはあの世に行くことになる。それを忘れるな。なるほど。妻がダメだったから、俺を消して5億をぶんどろうってことか。まあ、これが妻じゃなかっただけマシだな。だが、そう簡単にはいかねえや。男は電話を終えると、俺のそばにやってきて蹴りを入れた。俺は未だ気がついていないふりを押し通し、目を開けることはなかった。こうなると、滝川の組長だってただの人間だよな。何が裏社会のドンだよ。縛られてりゃ抵抗もできねえのに、佐々木の奴らは本当にへたれたぜ。ん？ということは、こいつは佐々木組として俺を連れてきたんじゃねえのか？つまり単独犯。だとしたら、あいつらはどこの奴らだ？俺がそんなことを考えていると、男たちの一人が口を開いた。ああ、今から5億が俺の懐に入るんだ。お前らには約束通り、1000万ずつ払ってやるよ。なるほど。こいつらは金で雇われた連中ということか。畑中が俺のそばから離れると、俺は後ろ手に縛られているロープを外しにかかった。くそ。かなりきつく縛りやがって。だがな、こういうものを外すのは慣れてるんだよ。俺は奴らにわからないように、音を立てないように作業を繰り返していた。そうしていると、遠くの方からエンジン音が聞こえてきた。そして倉庫の目の前に車が止まると、保坂の声が聞こえてきた。畑中、どこだ？来やがったな。立ち上がった畑中とその仲間たちは声の方を向き、俺の前に集まった。こっちだ。入ってきたのは保坂一人だった。本当に一人で来たのかよ。嘘だろ。さすがに一人じゃこれだけの人数を相手にはできねえぞ。おい、組長さんを助けに来たのはわかるがよ、金はどうした？5億だぜ。そんな金を一人で持ってこれると思ってるのかよ。そんなのはドラえもんのスモールライトでもなけりゃ無理な話だろうが。てめえ、兄オタかよ。兄オタじゃなくてもそのくらいの知識はあるんだよ。ってことはどこにあるんだ？車の中だよ。ほら、ここにあの車のキーがあら。車ごとくれてやるからよ。
組長を返してもらおうか。そうはいかねえや。まずは金が確かにあるのかどうか、そいつを確認するのが先だろう。疑い深い奴だな。俺らの組長の命と引き換えの金だ。約束通りに決まってんだろうが。そうか。だったら確認と行こうぜ。車まで案内しろ。ああ、わかったぜ。だが、ちょっと待ってくれ。どうも急いできたせいか、靴の紐が緩んじまった。このままじゃ踏んづけちまって転んじまう。まったく、緊張感のねえやつだな。待っててやるから早く結べ。ところが保坂が身をかがめたとき、発煙筒が何本も室内に投げ込まれたのだ。それに驚いた畑中たちは驚き、動くことができなかった。その瞬間を逃すまいと、保坂と部下たちが倉庫内になだれ込み、畑中の仲間を殴り飛ばしにかかった。やられたと思った畑中は、すぐさま俺のところに走り込んできたが、その時には俺の縄は外れ、俺は立ち上がると、畑中めがけて突進していた。こうして大乱闘となったが、瞬く間に畑中の一味を叩きのめし、発煙筒がくすぶる中、男たちはコンクリの上に転がることとなった。形勢逆転だな、畑中。くそ。この俺を出し抜いたつもりだったんだろうがな。そうはいかねえんだよ。それにしてもてめえ一人かよ。俺一人じゃねえや。俺には仲間がいるんだ。仲間か。こいつらのことか？ああ、その通りだ。こいつらと俺とは固い絆で結ばれてるんだ。ほう、そうか。俺は仲間のところに行くと、その一人の髪をわしづかみにした。よう、お前と畑中とは固い絆で結ばれているそうだな。ってことは、お前らは奴の代わりにあの世に行っても文句はねえってことだよな。すると男は、自分たちが金で雇われているだけだと叫んだ。ってことだぜ、畑中。金で雇われているだけだから、てめえのためにそこまではできねえってよ。おい、お前らどうする？このままここにいるなら、畑中と一緒にあの世に送ってやるが、金を諦めて今すぐ消えるなら許してやる。二度と滝川組に盾つかねえってことが条件だがな。万が一、滝川組に盾つくようなことがあったら、その時は、てめえらの一人一人があの世に行くことになる。それを覚悟の上で決めろ。すると男たちは、二度と盾つかないと約束し、その場から走り去っていった。なあ、畑中。金で雇われてるってのは、固い絆なんかじゃねえんだよ。そんなのは、いつでも壊れる薄っぺらなもんなのさ。わかったかよ。畜生、あいつら。さて、奴らが契約で仲間になっていたことはわかったが、問題はてめえだよな。こんなことをしたんだ、お仕置きが必要だろ？お仕置きだと？ああ、ただボコボコにしただけじゃ、傷が治ればそれで終わりだ。だが、きついお仕置きをしておけば、忘れることもできねえだろ？何をするつもりだよ。まあまあ、そう慌てるなよ。夜は長いんだからよ。ゆっくり楽しもうじゃねえか。おい、佐々木の組長を呼べ。嘘だろ？やめてくれよ。組長には関係ねえんだ。そうはいかねえんだよ。部下がやったことは、組長にも責任があるんだからよ。そういうもんだろ？組長と組員ってのは。俺が話している間に、保坂が佐々木組に電話を入れた。電話がつながり、すぐに来るように言うと、滝川からの呼び出しだということで、佐々木の組長がやってきた。滝川さん、佐々木です。こんなところに呼び出しとは
どういうことでしょうか。よう、呼び出してすまねえな。こっちに来てくれるか。幹部を連れた佐々木は、おっかなびっくりという空気を漂わせながら、俺に近づいてきた。だが、俺の足元に転がっている畑中に気がつくと、驚きの声を上げた。畑中、なんで？この野郎がよ、嫁から金を踏んだくれねえってんで、今度は俺をこんなところに連れてきてくれたのさ。しかも、金で仲間を雇ってな。まさか。そのまさかなんだよ。いやー、ずいぶんときつく縛られちまってよ。手首が痛くてしょうがねえや。すいません。謝ってもらってもしょうがねえよな。そんなことより、どう落とし前つけてくれるのか。俺はそれが知りてえんだ。それは。それは、なんだ？ああ、そうだよ。決める前に言っておくがよ。この野郎、俺の身の代金に5億を要求しやがったんだよ。まあ、このくらいは当然の額だがな。そこを考えてどうするのか、決めてくれよな。5億。今回のことは、佐々木組は関与しておりません。こいつが一人でやったことでして。ですから、畑中を好きなようにしていただくということで、いかがでしょうか。なるほど。そいつは名案だぜ。なあ、畑中。組長、助けてくださいよ。俺は組のためにやったんですから。俺はやるなと言ったはずだ。滝川に逆らったらダメだって。そうは言っても。そんなにビビるなよ。てめえに決めさせてやるからよ。金で蹴りをつけるのか、それとも命で蹴りをつけるのか。さあ、どっちにする？金でお願いします。そうかい。じゃあ金で蹴りをつけさせてやろうじゃねえか。5億だな。俺に5億を要求したんだ。5億を払ってもらおうか。わかりました。身の代金にもらった5億をお返しします。おいおい、いつ身の代金をてめえにやったよ。まだ車の中にあるってことは、てめえの手には渡ってねえってことだろ？つまり、あれは俺の金だ。そんな、5億なんてねえよ。そうかよ。だったらどうするんだ？助けてください。お願いします。助けてください。よし、わかった。てめえの苦しみを取ってやるよ。まあ、一瞬でとはいかねえがな。おい、こいつを海に沈めて、魚の餌にしろ。そんな、助けてください。お願いします。二度としませんから。叫ぶ畑中だったが、穂坂たちに連れて行かれ、海に沈められたのだった。海に沈められた畑中を見定めた俺は、事務所へは行かず、妻の待つ家へと帰って行った。家では、妻が俺の帰りを心配しながら待っていてくれた。あなた、よかった。無事に帰ってきてくれたのね。当たり前だよ。俺が戻ってこないはずないでしょ。そんなのわからないじゃない。私が連れて行かれた次はあなただなんて。穂坂から聞かされた時はどれほど恐ろしかったか。無事に帰ってこれるようにって一生懸命思いを込めながらちゃんとご飯を作って待ってたのよ。ご飯を作ったらあなたが帰ってくるって信じて。でも手につかなくて。そう言った妻の手を見てみると絆創膏だらけだ。どうしたこの指は。だから心配で包丁で指を切っちゃったの。でも大丈夫よ。食材はちゃんと洗ってから調理したから。そんなことじゃねえや。つい大きな声を出してしまったものの、俺への思いを込めて料理を作ればそれを食べるために必ず帰ってくる。
そう信じて、俺のためにこれほどまでの傷を負いながら作ってくれたのだ。俺は思わず涙がこぼれ、妻を抱きしめた。なんてけなげな女なんだよ。俺は、最高な女と結婚したもんだな。みなみ。はい。飯にするか。妻は笑って、俺にうなずいてくれた。妻の作った料理が、俺の胃袋を満たし、俺は、幸せをかみしめたのだった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。